小部川サービスエリアは、富山県小部市と久にある、北陸自動車道のサービスエリアである。近隣サービスエリアとの競合などから、来店客が減少していたところに、新型コロナウイルス感染症の流行が追い打ちとなり、商業施設を運営していた小部サービスステーションが、事業を停止し、破産申し立ての準備に入ったため、2020年5月8日に、商業施設が閉鎖された。 その後、土産品を扱う店舗や、フードコートを、同年12月18日に再開し、同時にコンビニエンスストアが設置された。また、運営は、アリーソ会 SA で運営する、ジェック経営コンサルタントが引き継いだ。親部サービスステーションの破産以前に営業されていた、施設は以下の通り。ABC、店舗情報を親部川サービスエリア上り、前原、小浜方面。 中日本高速道路。2020年12月19日閲覧。ABCDEFG、施設、サービス案内親部川サービスエリア上り、前原、小浜方面。中日本高速道路。2020年12月19日閲覧。高速 SA 売店の運営会社が、破産申請へ、富山、コロナ影響。朝日新聞デジタル。 オリジナルの2020年6月5日、時点におけるアーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 0 6 0 5 2 2 3 6 3 8 h t t p s w w w a s a h i c o m articles, asn5c5rm4n5cp スク1、nhtml2021 年2月7日、閲覧。 ABE8 北陸道親部川サービスエリアが2020年12月18日に全面リニューアルオープンします。富山の名店や地元の味が楽しめるサービスエリアが誕生。12本高速道路、12本エクシス。2020年12月19日閲覧。親部川サービスエリア12月再開へ、北国新聞長官。2020年8月4日、28面。 AB、フードコート広々百席親部川サービスエリア商業、施設一新。北陸新幹線で移行こう。北陸、新越観光ナビ。 https://www.hokurikushinkansen-navi.jp/.pc/.news/.article.php id="news0000260662021 年2月7日、閲覧。abcd 六つ星観光プロジェクト第2回 n e x コ o 中日本。 金沢市社商談会の開催について、北国銀行、2020年5月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年2月7日閲覧、E8 北陸自動車道親部川サービスエリア、レストラン営業休止のお知らせ、中日本高速道路、2020年5月9日閲覧、ABCDEFG、施設、 サービス案内親やべ川サービスエリア下り、新潟、高山方面、中日本高速道路、2018年7月1日閲覧。ABCD、店舗情報親やべ川サービスエリア下り、新潟、高山方面、中日本高速道路、2018年7月1日閲覧。ABC、北陸自動車道親やべ川サービスエリア7、1オープン、人気店。 白エビテーモ、マイナビニュース、https コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュアーティクルスラッシュ20180627タッシュ652818スラッシュ2019年8月21日閲覧。親部川サービスエリア改装オープンミシュランの味提供。日本経済新聞、https www. 日経 .com アーティクルジャックスムズ3 2 5 6 2 1 0 0 0 0 C18A7LB000 2019年8月21日閲覧ありがとうございます